せよ。はいはい、どこ行った大塚。大塚指示してるから。ああ。総料理長。そうそう。国長、シェフ長。ボスだね。恥ずかしい。一、二、三。みなさん、こんにちは。プラスエッグ。ダーン。カメカメハじゃん。カメカメ。トテ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 トで、ジャガはジャガイモだから肉ジャガ、肉とジャガイモ、そうそう、でも それにプラスして、それプラスして人参、一緒じゃん、じゃあジェロも人参だけ、ジェロも人参、人参だけ、人参だけ、人参だけ、肉もジャガイモも生生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 。で、今日使う調味料は、調味料は醤油、醤油とみりん、みりんと砂糖、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 ティガー、アンパー、リマー、あとは砂糖、砂糖、オッケー、あとは、まあ、本出汁があれば、出汁、出汁があれば悪いけど、なかったらなかったら、出汁なかったら大丈夫。そういえば、まあ調味料は前回の動画と一緒じゃん。そうだね、そうだね、この3つをなんかいい感じに使い分けることによって日本のなんか味はね、あーなるほどね、ジャンルが出来上がった。なるほど、多分そういうこと。だいたい日本の調味料っつったらもう醤油、みりん、砂糖、そうね、じゃあ早速作りましょうか。イエーイ。じゃあまずは、じゃあまず切れ切っていこうか。はい、オッケー、切っていきましょう。じゃあ任せて。人参、人参マスターはい、何やってんの。ピール、うん、人参のピール、人参を巻きの前にね、そうね、皮をね、皮もう柔らかいね、そうね、俺のじゃあ、切りましょうか。切りますか。はい、はい、切りますよ。よよよよ、イエーイ、はい、うー、はいよ、はい、あーおお、まだ5秒じゃない。はいよ、はいよ、せよ、はいはいはい、オッケーオッケー、うん、次は玉ねぎ、玉ねぎ切っていきます。はい、まずヘタを落としますね。あれ、今日のシェフは大塚シェフじゃないですか。大塚どこ行った大塚。大塚指示してるから。ああ、総料理長、そうそう、国長、シェフ長。ボスだね、ボス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 。串切りにしてね。ん、串切り、うん、串切り、うん、串切り。あれ、これなんかの、あ、オッケーオッケー、斜めで切れる、任せてくださいよ、料理長。串切り。これが串切りです、ジャパニーズスタイル。オッケー、うん。ああ、そういうことか。ああ、そういうことか。おお、初めてした。これでまた一つ勉強になったね。すごい、すごいでしょ。すごい、まあいつもやってるけど。お母さんがね。お母さんがね。お母さんがね。ああ、目が痛い。オッケー、オッケー、素晴らしい、綺麗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 、またじわじゃん、じわー。オッケー、じゃあ次は肉を炒めていきます。はい、オッケー。一番大事なところはやっぱ、まあ料理長が自ら焼いていきますね。はいはい、こちらが先に僕が切ってたやつ。3つの野菜全部やりましたね。番組みたいに。
今さっきはちょっと弟子たちに教えてたってところで。はい、じゃあ。OK。結構。おお。どれぐらい肉入れる？めっちゃ入れる？めっちゃ入れたい。めっちゃ入れたい。野菜めっちゃあるから。まあさ、フライパンのタイプさ、大してさ。これが料理長のやり方か。いやいかにも普通ですね。今のところはね。普通ですね。あれで今のところは。一牛ぐらいやってることがいかにも普通に見えるってやつ。なるほど。ここに、まあ、ここにすごい技術が。そうね、そうね。ここが全部、俺には普通に見えちゃうわ。普通が一番むずいね。普通に見せること。マジック、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 いや、あのガムとかの、そう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 、肩が出てくる。おぉマジでくだらないやん。もう結局ね、結局技術使わないよ。その技術使わない。まずはね、この焼いて肉の油を出していくとかね。なるほど、うん、なるほど。おお恥ずかしい。めっちゃリアクションするから。いいね、肉の油が。そうね、じゅわーじゅわーじゅわー。ファンキー大塚や。玉ねぎが大料理長いっちゃってる。いや、5秒で5秒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 大丈夫。そう玉ねぎ多すぎた、さすがに。もうさ、ゴロゴロすぎ。うわ、多いね。多い、非常に多い、非常に多い。多すぎる。次は味付けですね。味付けですね。味付けのあれを作る、元を作る。はい、オッケー。で、まあ配分はそうですね、勘ですね。勘ですか。大体という、大体多分怪しい気がする。まあ、シェフの勘はやっぱり多分大丈夫っしょ。そうね。クックパッドでも見よっかな。じゃあ結局勘ですね。そう、結局勘なんだよ。さっきの親子丼はなんかなんとなくうまくいったから。そう、いちいちな、そんなカップ数で測っとったらな。オッケー、気が暮れてもらえちゃうか。でもさ、よく考えたらさ、勘やったらさ、視聴者の方わからんよな。そうなんだよね。まあね、まあ後で言うか。まあだから皆さんも勘ですか。いいの。じゃあもう皆さんも勘でやりましょう。そう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 、料理なんてそんなもん。そうですね。マジかよ、こんな使えない。こんな使えない料理番組ある。大体が全部大さじ1ってどれくらいかな。おー、オッケー、オッケー。こいつなんで。なってる。ごめんください。眠たいんです。そういえば就活のセミナー6時開始でしたわ。そういえばこれってカレーの作り方と一緒。そうそうそう。でも調味料だけが違う。そうそう、調味料入れるかカレーのルーを入れるか。そう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 。シチューも一緒だね。もう全部一緒。シチューも一緒。シチューも一緒。でも美味しそう。美味しそうね。美味しそう。ちょっと味見してみるか。なんか健康に良さそう。うん、あ、肉じゃが、肉じゃが、いいじゃん、いいじゃん、いい、信じる、信じる。うん、よいしょ。OK。 よいしょ。肉じゃがじゃがじゃが、よっしゃ。はい、それじゃ、いただきます。できました。
はい、できました。いただきます。はい、猫から食べましょう。はい、じゃあ人間から食べましょう。うん、野菜柔らかくていいんじゃないですか。うん、肉うま。玉ねぎなんか甘いね。うん、うん、そう、甘い肉じゃがは。この甘さはメレンドサートから。そうね、玉ねぎと玉ねぎだね、野菜の甘みと玉ねぎ、そう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 。なんかこれは肉と味とその甘さが合う。野菜の甘みがね、そうそう、いいこと言うじゃんね。ね、うまいこと言うやん。あ、肉もうまいっすね。うん、肉うまい。うまっ。じゃあポテト。ポテトはね、土の味がするから。なんか土の味しない。そうね。なんか自然の味しないめっちゃ。で、皮が入ってるから、ね。皮が入ってるからね。皮を取れば、そう、美味しい。ちょっとこのじゃがいもちょっとやばかったからね。まあだからね、オーガニックをね。そう。オーガニックを味わいたい人は、うん、ちょっと皮を残すっていうこと。うん、そう。ひどい言い訳。これ確かにご飯と一緒に食べたいな。そう、じゃがいもまだ味が染みてないわ。うん、そう、それもある、ね、そう、いろいろ、うん、汁うまいな。 やな、やっぱコツは多分煮込む順番、どれを先に入れて。確かにね、じゃがいも一番、じゃがいも一番に入れて、じゃがいも一番、人参も同じぐらいに入れて、うん、そう、玉ねぎと。問題はじゃがいもって火をやりすぎたら溶けちゃうよ。そこが難しいんですよね、じゃがいもは。どうしてね、普通にうまい。確かに、とてもめんどくさい女、メンヘラの女みたいな。全然うまいよ。うまいよ。うまっ、元気出して。いや、ちょっとこれはね、ダメですが、自信持ってこ。じゃがいもが好きな味がします。でも、じゃがいも以外は美味しい。うん、うん、じゃがいもはなかったことにしよう。肉じゃがだよ。肉じゃがだよ。え、これ肉って料理じゃないか。ご飯と食べたらもっと美味しい。もっと美味しいね、うん、そう、甘いからね。うん、うまっ、うまっ。これはさ、牛乳が違うよね。そうそうそう、ね、うんうん、甘さがない、うん、これはちょっと甘い。うんうんうん、うん、うまそうに食うな。すごい美味しそう。やっぱ坊主って言うの関係ねえよ。すごいな、土。ひどい。いやでも久しぶりに食べたな、肉じゃが。うん、うまいな、やっぱり。うまい、うまい。お母さんの味といえばっていうランキングつけたら絶対に1位に来るのが、日本食は、日本食の中では絶対肉じゃが。マジ？カレーじゃないの？カレーじゃない。インドネシアはお母さんの味みたいな。お母さんの味は、あ、特定な料理はない。ないね。ああ。そう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 。地方によってもう違う。ああ。確かにな。そうだから分かんない。まあ多分この甘み、甘さから多分来とるのかもしれない。優しい味っていう。優しい味。うんうんうん。ので、まあお母さんの。味、日本の調味料もどこでも一緒だけど、インドネシアは違う。地方によってジャバとスマトラをもう別々。てかまずめっちゃあるよね、調味料が。そうそう、めっちゃある。めっちゃある。めっちゃあるから、まあ人それぞれのお母さんの味はもう違う。違うわ、確かに。そうそうそう、なるほどね。まあ普通にうまいよ。美味しかった。美味しかった。シェフ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。なんで、まあ納得してない顔ですけど、シェフ今日は何点ですか。じゃあ次回もまた作る。これ点数つけられないですか。つけられないですか。わかりました。じゃあ今回点数はなしなしなしで、ね、じゃあ次回またお願いします。そうそうそう、次回はじゃがいもなしで。得意料理でお願いします。得意料理で。じゃあ得意料理は何ですか。基本的にじゃがいもつかなかったら得意です。じゃがいも引きずるな。じゃがいも引きずる。じゃあ次回、じゃあ次回ね。めっちゃ練習するわ、嫌だ。じゃあ俺も次回。あ、オッケー。お疲れ様。オッケー。それじゃあ見てくれてありがとうございました。じゃあ皆さんもぜひ作ってみてください。はい。日本のお母さんの味を試してみてください。じゃあまたね、バンタップ、ジマー。お母さん。ずっとここいた。ずっとここいた。ずっと見てた。ドラえもんや。はい、おやすみ。
準備めんどくさい